皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル、今日の担当は森島修太と伊藤雅宏と真野匠です。はい、さあ今日はですね、こんな3人で、はい、アナログゲームで遊びたいと思います。おアナログゲーム、はい。ちなみに各ゲーム負けてしまった人には罰ゲームがございますので、罰ゲームある、頑張っていきましょう。罰ゲームはまた伏せておきます。はい、はい、ちなみにアナログゲームって出る機会はある、うん、あでも普段カードゲームやってるじゃないですか。まあ確かにあった合ってる。でもカードゲーム以外だとあんまなくない。ああんまり。あでも僕最近はね、ボドゲカフェという番組で、流行ってますよね、店長候補なので、アナログゲームをいっぱいやる機会が増えてきます。それではですね、最初に遊ぶのはたった今考えたプロポーズを君に捧ぐよという、はい、こちらですね。はい、これプロポーズのセリフを作るアナログゲームです。なるほど、プロポーズの言葉を作る。そうなんです。まず手元にある初期カード6枚、はい、うん、こういうねカードがあるんですけど、この6枚と山札にあるいろんな言葉が書かれている単語カードをランダムに6枚引いて組み合わせて、なるほど、まあ10秒以内に、10秒以内にプロポーズのセリフを作って1人ずつ披露と。即興で作るみたいな、即興でプロポーズの言葉を作る。はい、そのプロポーズはもう精神でいいのか。即興で作れないっすよ。2人言わないよ。何何、ね、一世一代だぞ。そうなんですよ、プロポーズですよ。まあほらゲームだから、ちなみにどのプロポーズにキュンキュンしたのかは、1位から3位までスタッフさんに判定していただいて、はい、最下位の人には罰ゲームを受けてもらいます。はい、罰ゲーム、はい、ぜひぜひ罰ゲーム回避したい人はね、頑張っていきましょう。頑張ります。はい、それでは早速遊んでいきましょう。じゃあ順番を決めていこう。じゃあじゃんけんしますか。じゃんけんですね。じゃあ一番で。もうすぐにもやめて。いくよ。最初じゃんけんぽい。2番に。やめて。じゃあ一曲最後で。ああ。はい。鬼はね。1、2、3、4、5、6。はい。じゃあこれをドンしてから10秒。そう。ドンして10秒して。じゃあどうして10秒して5でいきますよ。はい、せーの、ドン。おえおえ、びっくりした。一瞬拍手かと思った。はい、もうシンキングダイブ始まってますからね。始まってますね。これすごい。ああ行きましょうか。もうそれで行くしかないってことですか。そうですね、はい、結構なパワーワードできてますけどね、これ全然行きます。森島さんのプロポーズまで3、2、1、どうぞ。僕はきっとあの日見た消すことのできない味噌汁を君にそのまま作ってる君に君に確かに君だけの君にとってちょっと待ってちょっと待って、君にとって繋がんねえ愛してる繋がんねえ、これちょっと言葉が繋がんねえ。いやこれ難しい。全部むずい、むずい。あのね、繋がんなかった。さあ初期カードがね、はい、いきますよ。じゃあ、はい、せーのドン。お、え、さあシンキングタイムスタート。なんか短い。え、嘘、何これ。9、8、7。嘘嘘嘘嘘嘘、早くない。4、3、2、8。さあ前へどうぞ。はい、3、2、1、どうぞ。僕の胸にそっと触れてごらん。超
君を愛してる。一生一緒だよ。君を守るよ。おお、すごい整ってる。これは俺より整ってる。最下位は今俺です。さあ、伊藤君、はい、行きます。6枚引いてください。ついちゃった。せーの、ドン。さあ、シンキングタイムスタート。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。無理だこれ。それでは伊藤君、前。はい、伊藤君まで3、2、1、どうぞ。僕は永久に夢になりたいのさ。変かな。まったり幸せにしてみせる。なんか、なるほど。お疲れ様でした。さあ、というわけで、ここにいるね、はい、スタッフの皆さんにですね、誰のプロポーズが一番良かったか、うん、キュンキュンしたのか判定していただきました。結果発表。それでは第1位、ドゥル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 ルバーン、マゴくん。一番胸キュン度が高かった、はい、もうやっぱ慈愛の魔能って呼ばれてますからね。初めて聞いたわ。本当初めましてですね。 そして第2位は伊藤くん、はい、癒し度が高かったと。もうなんかね、うん、この並び順になりましたけどね。確かに。はい、そして流れていくとね、第3位は、森島ということで、味噌汁は行方不明だということですね。どこに行ったんだそれは。気になりましたけど、味噌汁は何だったんですか。もうそれ繋がんなかった。ぽっかり開いた味噌汁。プロポーズセンスがなく、恋心を分かっていない、これ自分で言ってたね。自分で森島には恋の電流を受けていただきます。でれーんということで、ビリビリ電流をね、1位のマノくんに操作していただいて、ね、はい、俺この前特番で受けたばっかりなんだけど。はい、ハイパーに。あああれ、ハイパーに買い替えなきゃ。ちょっとちょっと、あっ、うこれが、う4。もうちょっと恋を知らないようなんでね。大先輩、ちょっと恋を知らない。モム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 が一番強いし。痛い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 。うわ。まあこんなところでちょっと台本読んでもらおうかな。では次のゲームに移りましょう。覚えてる。続いて遊ぶのはヨギという僕の一押しカードゲームでございます。ヨギ、はい、こちらですね。はい、こちらですね。これどんなゲームですか。はい、これはね、順番に山札からカードを引いていって、うん、カードに書かれているポーズを継続的にずっと積み重ねていくのね。積み重ねる。そうそうそう。なるほど、重なっていく。例えば1枚目のカードが右手の親指を上に上げる、このサムズアップみたいな感じになったら、この状態を維持しながら2枚目のカードを引いて、小指で鼻に触れるみたいな。あ、なるほど。それを続けていく。そう、キープしなきゃいけない。これをどんどん積み重ねていくというゲームです。うわ。で、これを繰り返していって、最初にポーズが取れなくなった人が負け。なるほど。はい、負けた人には罰ゲームがございます。また罰ゲームするの。罰ゲームでございます。はい。まだビリビリするけど。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。じゃあ3番。じゃあ2番。じゃあ1番。はい、じゃあ伊藤いきまーす。はい、どうぞ。1枚目のカード。はい。じゃん。読み上げて。何？カードと親指を触れる。うん、あ、そういうことだね。じゃあ、こんな感じで。そう、そう、それで。あ、次の1枚目終了です。うん、じゃあ、引きます。よいしょ。最初はね、緩いんですわ。緩いですね。指で脇の下に触れる。じゃあこのカードはいらないってことですか。そうね。じゃあ指で脇の下に。カードって書いてあったらそのカードを使わなきゃ。こういうこと。なるほどです。じゃあ次いきます。はい。じゃん。カードを中指の上に置く。
え、あ、なるほど。おお。指で鼻を触る？指で鼻を触る。これでもいいってこと？あ、そう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 。みんなの様子が見渡しづらい。やばい。カードを、顎と胸の間で挟む。うわ、それむず。しんどい。え、これ引けなくない？次いきます。よいしょ。2つの手がカードに触れる。これ。あ、やばい。何？読めない。中指を手のひらにつける。何？中指を手のひらに。はい。中指？何してんの？はよせえって。遅いんだって。はよしたくてもこれしんどいんだって。わかるよ、わかるよ、それ、その気持ち。あ、お、カードを左肩に乗せる。そのカード。嘘でしょ。頑張れ。これを左肩に。左でしょ。え、左。そう、あ、そう、あ、むずい。これ左、これ左肩乗んなくない？る？あ、お、あ、落ちた。ということは終了。マド君の負けでございます。今僕これ、ちょっと自己申告していいですか？うん、はい。マノ君のを見て、あーって言った時に俺の顎のやつスーって抜けたんですけど。おおっと、これ どうしよう。いや、分かった、サドンデスやってもらえばいいじゃん。ここ二人で。そう、俺は汗やばい、キープできてる。よし、行くよ、準決ぽい。よっしゃー。そうでしょ。どうぞ。じゃあ、頑張ります。カードに小指をつける。これでいいってこと？そう、確かに。いきまーす。最初ね、余裕な感じが。まあ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 、これでもふとした時に落とさないように気をつけなきゃ。指で、はい、口を触る。あ、これむずい。おっと。口。それ。右手の甲に乗せるカードを。あ、でもいけんじゃない？まあ、いけるんですけど、これをキープってことでしょ。そう。うわ、すごい中二感。すげえ。しかも左耳しか聞こえない。あ、取れないな。カードで片方の耳を覆う。あ、あ、待って、これ拾えるかな。拾えない時点で伊藤くんの負けですよ。あ、来ました、来ました、来ました。お、いけた。僕笑うとやばい。これで右手の甲が。カードと鼻をつける。お、いけんじゃない？それと鼻をつける。え、これ厳しくない？はい。すごい、器用。いけた。左の手のひらを下向きに。回転するってことか。いや、いいんじゃない？うん、ひらだから。下だから。でも僕今あんま聞こえないんですよね、声が。そうだね。ちょっと両耳になんかされてるから。え、まずいかも。カードと右耳をつける。あ、下向き。え、親指下向きでしょ。親指下向きでよ。こういうこと？そういうことだね。こういうこと？うわ、二人とも同じようなポーズになってる。これまずいな。よくめくれるね。もう、は？カードを左眉に触れる。おお。ほい。さあ、これいけるか、マノ君。ちょっとね、すごい、ちょっとね、やばいよ、これでも。いけてる。左耳カードが危ないよ。てか、次僕引けなくないですか？確かに。でもね、その前に俺が引けない可能性もある。落とした。やばい。そのカードをめくれないとダメ。これ無理じゃん。え、助けて、早く。え、無理無理、拾えない。拾えもん、拾えもん、拾えもん、拾えもんってことは、拾えもんってことは、伊藤くん、お、いけるか、いけるか、頑張れ、いけるか、頑張れ。伊藤さん、あ、いけた。お、いった。カードを、うん、左手の甲に乗せる。もう無理じゃん。無理です。ギブ？これ僕ギブです。やったー。はい、終了です。えー、は
い、ということで、はい、伊藤くんの負けなので罰ゲームとして番組が終わるまで自分が一番かっこいいと思うポーズをキープしてもらいます。散々動かしてからですか、うんうん、疲れてない？どうしたんですか、どうしたんですか。やっぱこれ電波18両機ってのがちょっとあるんだけど、あれを受けながら。いやでも言ってもあれそんなきつくないんですよ。本当？多分。じゃあもうまだね直近戦った真野くんに電流を操作してもらいながら、ちょっとじゃあこれをね、かっこいいポーズを。かっこいいポーズをそれはつけながらかっこいいポーズを決めてもらいましょう。はいはいはい、じゃあはいポーズの方さあなんかあこれはすごいかも。ポーズを手がね手がねすごいんですよ。手がすごい、まあ、かっこいい感じですよ。手がいい感じですね。うん、じゃあなんか何あーすごいんだからすごいんだから痛いんだから進めましょうか。ポーズはじゃあポーズはそうなんか、うん、なんかあこんな感じにします。オッケーオッケー。はい、ということでこれ10でしょ、これ絶対10でしょ、これ10でしょ。今6、今6痛いんですよ。質問すると長くなるからね。痛い苦しいから、はい、オッケー。ということで今回はここまででございます。ねえ、いやヨギ楽しかった。楽しかったけど難しかったですね。ねえ伊藤さん、はい、ね、あとあれも、ね、痛いなんだっけ、プロポーズね、プロポーズ、あれ難しかったよね。難しかったね。難しかったですね。どうですか伊藤さん、ね、痛いんです、ね、これ健康になるからね。そう、さあということで、このチャンネルの動画は日々の誰かがどんどん更新していきますので、はい、ぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。うるさいかも。今日の担当は森島修太と伊藤正弘と真野拓実でした。痛い痛い。